ご視聴ありがとうございます。ショータイムのショーです。今回の動画では、ジョルジ・フリードリッヒ・ヘンデルさん、ヘンデルさんですね。ラッシャー・キオ・ピアーラの解説と実演をしていきたいと思います。このチャンネルは主にイタリア古典歌曲集の曲について解説し、実際に演奏をする動画というふうになっています。音大受験生や現役の音大生の方、声楽を志している方へ向けた動画っていうのをですね、定期的に公開していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回の曲はテレビドラマの挿入歌やテーマソングなどで耳馴染みの方も多いんじゃないかなと思います。ヘンデルさんのオペラですね、リナルドっていうオペラがありまして、この第2幕のアルミレーナのアリアの中の一つになります。昔のクラシックなんかは特にそうですけれども、旋律気に入ったものをこう使い回すことっていうのは多々ありまして、この曲の旋律もですね、いくつものオペラで出てます。現代で実際に演奏されているこのオペラっていうのは今はもうほとんど見ることがないんですけれども、やっぱりこういった商品の中のやっぱり有名なところっていうのは時代はですね関係なく超えて歌い継がれていくものになっております。でこの曲が作曲されたのはですね1700年代初頭になります。第1回十字軍のエルサレム侵攻っていうのを舞台にしております。実際の史実に基づいてこう作られているオペラっていうものではなくて、魔法使いが出てきたりとか、いわゆる魔法オペラっていうようなジャンルの中の一つになります。でここで出てくる十字軍の英雄リナルドが愛するアルミレーナっていうのを魔女のアルミーダがこう怪物を率いてさらっていくわけです。でそこで囚われたアルミレーナが解放することはできないっていうふうに言われたところで、それじゃあせめて私を泣かせてくださいっていうところで歌われるアリアになります。ここで放題としては私を泣かせてくださいというふうになります。もともとアルミレーナっていう娘が歌う曲なので、ソプラノ歌手に対してこう書かれた曲なんですけれども、今では現代でもカウンターテノールですね、こうファルセットでこう歌っていくソプラノの音域を歌うテノールの方々の持ち歌としても好まれています。で日本語訳としてはですね、どうか泣くのをお許しください、この過酷な運命にどうか自由に憧れることをお許しください、我が悲しみは打ち続く受難に鎖されたまま哀れみさえも受けられないのであればとなります。で曲のポイントはですね、囚われた身の心情描写をどこまで突き詰めていくかっていうところになります。特に最初のラシャーキオピアンガ、ここの母音の部分を形作るのもですね、非常に滑らかな曲になるので、このソフトな響きっていうのを出さなければいけない。これがですね、シャール、ラシャールの SC っていう作家音ですね。すごく強い音なので、ちょっとでもこうアクセント強くなってしまうと、ラシャー、ちょっと強すぎてしまうとよろしくない。最初の冒頭、ラシャー、なるべくこう母音を浮き出させて音を紡いでいくっていう風なところで歌っていかれるとよろしいのではないかと思います。またですね、こうせめて自由に憧れて泣くことくらいはさせてほしいっていう心の叫びっていうのを歌に乗せて表現することを意識しないといけない。 B パートのところになります。ここの大部分ではですね、私の悲しみをこの鎖を打ち壊してくれますようにっていう風に歌詞にあるんですけれども、 A と B とですね、曲の調も感じも変わってきますので、ここからですね、懇願っていうところからこう自分の慟哭っていうような形で歌っていかれると変化ができてよろしいのではないかと思います。もちろんですね、表現をこう意識しすぎてこう発声が崩れるようなところはあってはいけないので、そこの兼ね合いを取りながらやっていきたいと思います。でこの曲も非常にメジャーなところであります。女性のメインになる曲になりますので、テノールとかバリトンがこうあまり積極的に歌う曲ではないというところで、重要度は男性では ABCD で言ったら C、 あんまり重要ではない。女性ではもうしょっちゅう歌われているので A、重要っていうところにしておきましょう。で歌いやすさに関しては、ABCD で言ったら A、 比較的歌いやすい形になります。ということでですね、早速実践に行ってみましょう。この曲のポイントになりますが、高く上がっていくところの歌い方になります。特にエケソスピリラリベルタラドラソルテ、ちょっと上がってくるところが、ちょっと歌いにくい母音の動き方をします。エケソスピリエケソスピリ
の部分になってくると、跳躍がやからファになりますので、っていうような形で歌ってしまうと喉にこう来てしまう。跳躍の先の音をまで意識して歌ってあげないとすぐ喉につっかえてしまいます。さあ、最初のところからラッシャー、ここラッシャーにならない、ラッシャー、なるべくこうシャッの部分を寝かしてあげて歌わないとラッシャーになってしまうというところで、ラッシャー、バレますので気をつけながら歌ってください。続いて B パートのところになります。ちょっと厳しくなりますね、音の響き的には。ここの部分ですね、最初の部分がウォール、イン、フランガ、オ、イ、アっていう形で、イのところです。小さく、口のところが狭くなってしまいがちになります。なので、なるべく、オーとアーのところに近いところでイを歌ってあげるようにしてください。そのまま引きずられてしまいますから、てーのところでしっかりと口を大きく開けて次に行ってあげてください。ちょっときつい音が強いので、なるべくこう口を広げて響きを一定にして歌い切ってあげないと苦しくなってしまいます。Thank you.
かがでしたでしょうか。ポイントは大きく1、最初の音の出し方、2、心情描写の表現、ここを意識してみてください。女性の方はですね、レパートリーに入れやすい曲ですので、ぜひもう覚えて取り入れていただきたいところになります。で、男性諸子もですね、学びがすごくある曲になると思いますので、ぜひ、トライしてみてください。今後も様々な曲を取り上げていきますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。また取り上げてほしい曲、リクエストでもどしどしコメント欄にお願いいたします。最後に参考になったよと思っていただけましたら、今後の励みになりますので、ぜひグッドボタンお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。